はい、皆さんこんにちは、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またビールなんですけど、サントリーの琥珀のくつろぎです。こちらは確かセブンイレブンかそこら辺のねコンビニで買いました。深いコクと華やかな余韻、ファインアロマホップ使用、麦芽 100% ビールですね。ザーツさんのファインアロマホップを主に使用。これ聞いたことあるな。原材料麦芽とホップ。アルコール度数が 5%。となってます。まあ、限定醸造です。安定の。うん。そしてですね、こちら。じゃーん。ここにね、サーモスと書いてあるんですけど、サーモスですね。あ、書いてあるね。またしてもサーモスの、なんていう真空断熱タンブラー買いました。ちょっと前のやつというかちっちゃいやつですね。前買ったやつはちょっとでかすぎたんで、新しいやつ買いました。そんじゃ、飲んでいきたいと思います。まあ、こちらはですね、この、なんだ。320ml だったかな。この容量がね。なんで、手軽です。で、前回買った、でかいやつ、タンブラー、前買ったやつですね。よりですね、まあ、保冷能力が優れています。そして今日のつまみは、ビッグピザポテト。これ、賞味期限大丈夫かな？嫌な予感。賞味期限が、8月11日、やべえ、危ねえ。賞味期限13年の8月11日。危な。これですね。145g 入ってるんですけど、まあ、ビッグなやつですね。これがなんと100均で売ってた。100均のね、まあ、多分聞いたことない人は多分いるとは思うんですけど、なんだ。なんじゃ村っていうとこですね。あそこはね、結構ね、個人的にお気に入りの、ね、100円ショップでですね、結構ね、こういったものが、ね、100円で売られてるんです。これ145g ですよ。まあ、通常のピザポテトの2倍以上、かな。普通に買うと200円は余裕で超えると思います。ね。ピザポテト。安定の。うん。うまい。うん。じゃあ乾杯。うん。若干苦めかな。うん。うん。まあ、若干苦めの。うん。これは。琥珀のくつろぎと。全国のファミリーマート限定醸造らしいです。今ググりましたけど。琥珀のくつろぎ。ローストバクガによる深いコク旨味と、ファインアロマホップの上質な、香り。アンバータイプの限定醸造ビール。うん。うん。若干、苦めですね。
うん、でも美味しいです。美味しいですね。ランキング。ビール。ああ、極みゼロか。ビールのランキング1位は、札幌の極みゼロ。違う、極ゼロか。これはプリン体ゼロと、糖質ゼロのビールなんですけど、まあ、第3のビールですね。個人的にちょっとあんまり、糖質ゼロのやつあんまり飲みたくないな。という感じなんですけど。うん。あ、これ発泡酒なの？ん？発泡酒なのか。あの、発泡酒とね、あれを勘違いしてる人がいるんですよ、たまに。第3のビールと。この、今見てる人も分かってない人いると思うんですけど、発泡酒と第3のビールって全然違いますよ。当然ながら。もう俺の中で当然です、それは。うん。何が違うって、まず第一に値段が違う。そもそも。あの、発泡酒は100円じゃ買えないです。まあ、せいぜい120円とか130円ぐらいするね。アルコール度数 4% だって。あんまりね、あの、第3のビールの、これ新ジャンルだから、第3のビールじゃねえか。発泡酒じゃねえぞ、これ。やっぱり勘違いしてる人がいたな。ね。まあ、見分け方としては、ここに、ここら辺に、あの、リキュール、括弧発泡性って書いてあったら、それは第3のビールです。で、発泡酒も発泡酒って書いてあります。リキュールと書いてあったら、あの、それは第3のビール。つまり、発泡酒ではないんです。酒なんです。ビールでもなく酒なんです。ビールではない。つまり、新ジャンルってことですね。で、ちなみに生ビールの場合、ここに、あの、生ビール、括弧非熱処理と書いてあります。生ビールの場合はね。だから、もの、その3種類ですね。うん。が、ビール、ビール、あ、ビールテイスト飲料はあれか。多分、ビールテイスト飲料はビールテイスト飲料と書いてあるんじゃないかな。俺、ほとんど買ったことないかわかんないけど。価格 .com の、なんだ。人気ランキング見てみようか。ビールだとやっぱスーパードライですね。うん。生ビールだとね。スーパードライプレミアムモルツ一番搾り。で、札幌クラシック。は？札幌クラシックか？これ北海道限定じゃねえか。やっぱり、北海道限定の札幌クラシック。俺も飲んだことない、まだこれ。あの、キリンクラシックだけ。あれ？キリンのクラシックは売ってるんですよ。クラシック。クラシックラガーね。
あ、高いですね、やっぱりね。北海道限定だけあって。350ml6 本入りの、で、1470円。高っ。くっそ高いんだな。あれ ?6 本入りってことは、普段だったらどんぐらいすんの ?6 本入りだから、1100円ぐらいか。いや、1100円もしないか、1000円ぐらいか。ん?まあ、1本は180円として、2本で360円だろ。2本で360円。ああ。1000円ちょいか。1000円ちょいですね。1100円ぐらいか。1100円か1000円ぐらい。うん。よし。まあ、生ビールは置いといて。新ジャンル。で、いきますと、やっぱり、ね。キリン、炭切りですよ。さすが。さすが。俺も。うん、こうわかってるね。価格 .com。まあ、わかってるねっていうか。まあ、当然ちゃ当然か。うん。それだけうまいですね。やはり消費者はわかってる。うまさが。んで、第3のビールではなく、2位が、キリン淡麗生ですね。これも美味しい。これ発泡酒ですね。うん。で、3位も、3位は、札幌極みゼロ。これも人気だな。で、4位が金麦。5位が喉越し生。で、6位が、淡麗のグリーンラベル。となってます。極みゼロ買ってみようかな。あんまりな、糖質ゼロの第3のビール飲みたくないんだけど。今のところまずいのしか当たったこと試しがない。発泡酒ではね、美味しいんですよ。スタイルフリーとか、ありますけど。スタイルフリー美味しいですよね。糖質ゼロ。発泡酒。でもね、第3のビールで、糖質出るのはほとんどまずいんですよね。ほとんど。なんでまずいかって、糖質がゼロだからですよ。簡単に言うと。やっぱりビールには、糖質というのは欠かせない存在ではあると。いう感じです。ただ個人的にこれアルコール度数 4% っていうのがちょっと気になるね。せめて 5% にしてほしい、ね。こういうのは。ちょっとアルコール度数低いですね。まあそんなとこですかね。まあこの琥珀のくつろぎはまあ、いや美味しいんですけど、ただわざわざこれは限定上手にする必要もないかなというぐらいのレベルですね。うん。まあ。
まあ普通に美味しいんで。これ4つ星。としましょう。それではご視聴ありがとうございました。